シネマラボ特家小僧の水曜キネマ探偵団沖縄屈指の映画教集団シネマラボ特家小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまるわる面白トーク番組ニューストリームで全世界に配信「シネマラボ特家小僧の水曜キネマ探偵団」

年第1発目2012年平成24年ですよもうなっちゃいましたなっちゃいましたね水曜キネマ探偵団2012年も滞りなくとてもスムーズに進んでおります始まったばっかりそうかなまあそうですねよろしくお願いします今年もよろしくお願いします昨年に引き続いてぜひですねだらだらとなるべく苦言など低さずに楽しく見ていただければと思っています予防税払わないでだいいなととうこでござます はい、ということで、あの今年も水曜キネマ探偵団は、えーうん、沖縄と映画にこだわり続けて、うんえー、お話をしていくわけですけど、はいえー、その第1発目としてもちろん今回も特集が2つ。メンバー紹介からあ やりましょう。マジ一応言ってきましょうよ。行きましょ申し訳ないです。はい、ええ私シネシネマラボ特関小僧代表を務めております平イラ二と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして隣の赤い人。はい、赤い人。ええと今日ひげ剃ってくの忘れました。すみません。ええとボサ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 というか変な武将ひげですが特関小僧副代表の竹富義美です。よろしくお願いします。また隣の赤い人。はい、ええとシネマラボ特関小僧のザマミです。よろしくお願いします。 よろしくお願いしますはい、そしてあのマフラーをしている印象的な青年どうも、あのシネマラボ特貫小僧の松浦祐司です今日のお風呂入ってくるの忘れたんですけど匂いは伝たから匂いは伝たからなんか全体的に汚いみたいな正月そうそう、やだな今、気が付いたんですけど黒、赤、黒、赤なんかね、紅紅白じゃない黒白黒白なんか元気がいいんだか悪いんだかわからないこの四人でお届けしますあそうあ、そうだそうだね、宮本さん そうそうそう真正面でなんか俺尋問されてるみたいな感じなんですよねこれ去年までこの L 字型になってましたが今日はちょっと4人並んでえっとこち側にもポスターがあるという感じでえっとやっておりますよろしくお願いいたしますはい早速のね黒とかけさんがつぶやいてくれてます今年もよろしくお願いします新年早々お邪魔しますとハッシュタグは送り人で来てます送り人多分やってるんですよいつもそういうハッシュタグで貢献してくれて本当にありがとうございます。 よろしくお願いします。どうねさんいつもツイート見てるおとかげさんもよろしくお願いします。あとビッグダディっていうハッシュタグも入れといた方がいい。ビッグダディすごい楽しみなんで。それはいいや。夜はいいまあねあの家族がうまくいくかどうかっていうことも含めてこの番組を見ていただければわかると思います。わかるかよろしくお願いします。じゃ早速ですがはい第一ユンタク第一特集を行いたいと思います。ユンタクですね。もうちょっと新年ふさわしいですよ。はい出してテンペスト 3D 公開記念ん<お>うちな映画女優総ざらいということで。 ほう、さしてだんだんここに出てます。じゃあ。はい、で、見えるかな見えます。かはい、あの、テンペストがですね。はい。まあ、昨年 N. H. K. B. S. で、あの、放映されて大変話題になりました。あの、池上英一さん、あの、バガー島のパヌスでね。先月のデビューを飾りました。小説家池上英一さんの大ベストラ、ベストセラそうっすベストラ。大ベストラ、小説ですね。が、あの、まあ、テレビで、あの、ドラマ化されたんですが、それが再編集されて、さらに。 なぜか 3D 化されて、うんえー、劇場公開ということで、うん 1>, えー、1月28日今月28日に全国公開、うん、であの、うん、先駆けて沖縄では2週間早くですね、うんはい、1>, 1月14日から、ねえー「スターシャータ付け」そうで,す沖縄で,で公開されるんですよ。ご存知の方も多いと思いますが「まあ、テンペスト」っていうのはあのーまあ、幕末の、まあ、琉球王国を舞台に。うん まあ、首里城ですね、えー、琉球王府の内、えー、中で繰り広げられる、まあ、いろんなこう人間ドラマを、はい、あのやってるわけなんですが、うんえー、そこで主演している、えー、女優さんですね、はい、が、えー、仲間ゆきえさん、はいまあ、今は沖縄で一番沖縄出身の女優ということでは一番は まあ、メジャーですか、まあ、沖縄どころかも日本有数というか、よく出ますよね。そうですね。テレビドラマも出ますし、映画も,もちろん出てますし、うん、CM にも出てますし、うん、もうあの顔を見ない日はないというぐらい、もう、うん、あのいろんなところで露出、ね、しているわけなんですが、はい、その仲間由紀恵さんにちなんで、うんえー、もうそのものズバリです。うちなんちゅの映画女優さんの、えー、過去、 現在そして未来をですねそれぞれ代表するキーワードに沿って立体的にそう立体的に 3D で <laughs> 3D で紹介していこうと。 で皆さんちょっと目を細めていただければもしかしたら飛び出すかもしれません。うん、<laughs> 上の点が三つが、<laughs> <laughs> <laughs> あの立体交差法で見ればあの他人から見られると何やってんのって言われると思うんですけど、目がよっちゃって <laughs> そんな感じのあの内容にしていきたいと思ってますんでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いますはいというわけであの今ねあの先ほども出ました中村ゆきえさんとかですね、はい、もうあの沖縄出身の女優さんは本当に多いです。もうタレントさんとかねお笑いの方も含めると本当にたくさんになっちゃうんですがその中でまあ英語 映画女優ですねテレビドラマを入れると本当大変なことになっちゃうんで「うん、映画女優」というですねあのくくりでご紹介していこうと思ってるんですが、はい、あの本当に今多いんですがあのこれまでもずっとこんな感じですごくあのうちなんちの役者さんが多かったのかどうかっていうことなんですけどそこで過去編です、うん、早速なんですけど<か>過去現代、うん、未来の過去編ということで、うん、まずご紹介したいのはあの過去編のキーワードはこれです。 ザザン口で言います何もないのね何もないですはいあの歌手ポルノ歌手ポルノ歌手ポルノ映画女優のくくりですよねそうですでえっとキーワードは歌手とポルノポルノはなんとなくわかるんですけど歌手ですかそうなんですよああのね調べたんですけど、まり。 いいららっしゃらないんですよ戦前はまあともかく戦後からちょっといろいろ調べたんですけど、うん、あまり、あのー、取り立てて目立つような女優さんがいらっしゃらなくて、うん、よく出てくる名前、まあ、本を調べたり、まあ、ネットで調べたりするとよく出てくるのは歌手の方、うん、そして、うん、えポルノ女優ということなんですね。うん、で、あのー、まずですね歌手ポルノのうちの歌手の方なんですけど、うん、もうこれはもうよく出ます。 一人は中曽根ミキさんです。中曽根ミキさん。はい。ここのこの番組でも何回も出して。はいあのえ川は流れるという千百六十年代初頭にあの日本中で大ヒットになりましたあの歌があるんですが、そのものズバリ川は流れるというえ作品このえ歌をモチーフにした映画が歌謡映画みたいなのが結構あの頃あった。はい。恵二さんがあの コラムを書いてますよね。あの特韓小僧のホームページからリュウジのブログがあるんですが、そこに川は流れるを前ね書いてましたが、そのそのそのそれの歌った歌手。そうなんです。であり映画。実際その川は流れるという自分の歌がモチーフになった映画にも出ているんですね。主演でですか。主演じゃないんですよ。これが。あ違った。しかも時代歌は歌ってるけど歌ってるけども。 であのー、これ、うん、ちょっと面白い、これね、何回も話しますけど、<laughs> 覚えてらっしゃらない方を、えー、願いつつ、話をします <laughs> えー、川が流れるというのは、沖縄戦、昭和20年の沖縄戦で、両親を亡くした女性が主人公で、うんあまあ、お母さんを亡くしたんですね、それで亡くして、お父さんが東京にいるということで、うん、そのお父さんを探して、えー、その沖縄にいる、その女主人公の女性が東京に行くんです。 そしていろんな、まあ、苦労もあったりするんですけどあの周りの優しい方々の、あのーまあ、応援もあって歌手としてデビューしようということなんですね。劇中でも歌手として。そしてその歌手あの、えー、その主人公が、えー、これから歌うということでいただいた歌が「川は流れる」なんですよ。でこの歌詞は、えー、その死んだお母さんが作った。 うん、歌詞にそれに歌を載せて私はこれ歌いますという話なんですがえというと沖縄から少女が行ってっていうとじゃあそれが中曽根美樹さんと思ううででしょ違うんんすよ中曽根美希さんじゃなくてその主人公はえ桑野美幸さんという女優さんなんですね沖縄とは何の関係もございませんはいこの方が主人公ですじゃあ中曽根美樹さんどこに出てるかというと,えとねえお母さんの違うというか腹違いの妹なんですよ、うん。おばさん その主人公の妹。妹。の、はら違いの妹。妹。そして二人は自分、二人は姉妹だということをよくわからないと。なるほど。そういった出生の秘密があって、で、しかも中曽根美樹さんは沖縄と何の関係もない。東京育ちの、東京生まれ、東京育ちのお金持ちのお嬢さんなんですよ。あれ、なんでだ。せっかく沖縄出身女優使っているのに。ね。もったいないとこ。もったいない。本人なのに。で、まあ、いろいろあって、いきなりバラしますけど、ええ、桑野美由さんは、まあ。 私この妹にこのの歌を捧げるわ、うん、あげるるわわあとこの、はい、私の可愛い妹だからということで、なぜか中曽根美樹さん、妹がデビューします。川は流れるという歌で。<laughs> なるほど。<laughs> うんまあ、そういうオチなんですね。すねまあ一応整合性は保ったかもしれない最,最終的になんか 重なっていんで中曽根美樹さんが歌われるっていうことなんですね。ということなんですね。そういうことで。まあこれで理由が分かった。なるほど。そしてもう一本中曽根美樹さんが出てるのはここでもこれも何回も出てます。え1962年に大蔵映画で作られました太平洋戦争と姫めり舞台。はいはいはい。これもね。はい。とんでも映画です。沖縄戦における姫めり学徒隊のえまあどうやって。 あの戦いがなんかくぐり抜けてきたかという話なんですが、うん、これはあの、社長の大倉三つの原作によるものでして、うんえー、事実をもとにしてるのに、事実に基づいてない,い、空想と妄想と希望で作られた恐ろしい映画なんですよ。そこに、悲鳴り部隊の一人として、中曽根美樹さん出いまして、詳細は言いません、太平洋戦争と悲鳴り部隊は、これまでも何度も話してで、ぜひ <laughs> アーカイブで見ていただければという感じでここでも中曽根美樹さんは初めてかな、これのうちなん役。 沖縄人女性でひ、うん、める学徒隊学生さんですね一、うん、人として出て、うんえー、ここで歌います。 何を歌ったかちょっと忘れちゃいました。はいまあそういうことで、まあまあやっぱ歌手だからというゲスト出演的な扱いなんですね。はい。まあそういうことで中曽根美幸さんがまあ2本出てます。そしてもう一人は南沙織さんです。あ、南沙織さんね。篠山紀信さんの17歳ですね。17歳ですね。まあ旦那じゃないえっと奥さんね。奥さんですね。1971年に歌手デビュー。全えっとですね全国デビューが1971年で、その前は沖縄の方ではすでにあの芸能活動というかテレビ局で 司会といますかおきこワンワンチャンネルという番組とかあったんですがそこで出ていたということでそのあデビューするんですねすごくエキゾチックな顔立ちちょっと色黒朝黒じゃい。朝黒焼けした健康的な小麦っぽいわゆる本土の方がもしかするとイメージするいわゆる沖縄の人間 しかも可愛いい。目元もパッチリしてみたいな感じで、うん、まあデビューもちろんされたんですけど。 その南沙織さんも一本だけ出てます。うんうん、これがですね、1971年、だからちょうどデビューした時なんです。しかもあの沖、えー、沖縄祖国復帰は1972年、年ね、今年で祖国復帰40周年になるんですけど、その1年前ですから。うん、すごいね、41年前に。ああ、そうか。に、えー、喜劇花嫁戦争という映画に出てます。<劇>コメディーです。コメディーです。ね、これあのー、なんかあのー、まあ。 これもコメディまで、花嫁に行く行かないの話なんですね。あ、じゃあ、南沙織さんが、じゃあ、それなのかと思うんですけど。花嫁。違います。花嫁じゃないんだ。主演は、和田明子さんです。あら、ゴッド姉ちゃんです。喜劇だな、なんか。あの、ポスターもね、ネットで調べると出てくんですけど、あの、何ですか、こう、花嫁衣装なのにガニ股でこうやってる和田明子の、あの、絵が。あ、なんか、これもなんか、昔の東宝か東映か。 松竹かもか松竹東映あたりかなの作品なんですがそこに出てますで主演が主演というかメインになるのが和田明子さんなのでそのポスターを見れば分かるんですけどその他大勢でゲスト出演が小さく顔だけでそこで振り返ってる写真があるんですけどそれが南沙織さんですその名もズバリ沙織という名前でああそのままだゲスト出演なんですよなるほどねそういう感じであくまで添え物 今人気があるからこの映画に出して話題性を作ろうともしかしたらそういうなんか中曽根美樹さんの「川は流れる」みたいな感じであのまあこの歌流行ってるからそれ映画化しようとじゃ、うん、本人も出そうよと、うん、そういうい感じさすがに喜劇「花嫁戦争」って歌は歌ってないと思いますが南沙織さん歌ってないと思います中曽根美樹さんの「川は流れるは」は、うんうん、映画より曲の方が先なんですか 曲があってそこからヒントを得るかなんかじゃなくて映画が作られたということです。よねうことで南沙織さん信矢信姉さんが信矢って書いてくれてますね。もそういう感じで出てあくまでゲスト出演という感じですね。ちなみに信矢って名前はこれはニックネーム吉田拓郎さんでしたっけ はいはい、その,あの南沙織さんをモチーフにした「新車っていう歌が確かあったと思うんですけどね<ー>すごいあのただねこの71年から70年代なんですよ、うん、南沙織さん僕知らないんですよあ難しい。よくね,ねあの先輩方に聞くとすごかったんだよはい。聞くんですけどちょっとねあの世代じゃないんでいまいちよくこのすごさがよく分かってない俺もちょっとだから下だからなうちの兄貴とかだったらもうドンピシャでハマってるんだろうけどうん ハマった世代ではないのでもさすがにそうなんですよね旦那に会ったことありますが岸井岸井さんあ、そっか篠山岸井先生に会ったんですよねいけな先生って言い出す俺経緯に弱いわ先生どうでしたチルチルしてましたいやチルチルしてました沖縄から来たんですって言ったら僕の嫁さんもね沖縄だよって知ってますよそんなことそうなんですかみたいなまあそんなこともありましたなるほどね ななんか変なところで小倉みつぐク原作という言葉に「非見しうるうそくさい言葉」はこのようにないと思うよ。 いや本当にあの大倉みつにはもうね沖縄は結構さんざなみにさんざなみにあってないんだけど結構適当なことされてるなっていう適当なこと作品を見てると思いますはいということですでこれがの歌手ですねまああくまでまゲスト的な扱いだったっていうのが歌手だったんですねはいはいまあメインとしてこのダーンって出てる感じではないない感じですねその頃このはそれでもうあと調べて出てくるのが二人女優さんがいらっしゃるんですがお二人 ともポルノ女優さんなんですよ。一、はい、人が朝朝霧優香さん。三日括映画に出てます。沖縄の人なんだ。えっとね、れこれも今調べてるんですけど。うんね、沖縄出身という話よく出てくるんですけど、確証まで出てません。うん、親戚も知りませんし。うん <laughs> うう朝霧優香さんあの朝の霧「ともに薫」とか言って朝霧優香さんが1970年代も本当後半79年から80年代にかけて80年代にかけてですね、えー、11本はい、はい、もうほぼすべて日活ロマンポルノに出てるんですが主演作じゃはなくてですねはい、はい、あくまで主演というかヒロインになる女性のお友達とかはい、はい、そのそばにいる人多分あれですよ「気象転滅」あのショーぐらいの。はいはい 間のぬれ場を演じる人ですね。なるほどね。あいまあいまのそこでちょっとつなげていこう的なところで出てくるみたいな感じでいうことで、浅見裕香さんはあの日活ロマンポルノにね十一本立て続けに調べた限りでは千百七十九年ぐらいから活動していましてダビデの星美少女狩りというあれ漫画原作のやつ？漫画原作です。あのとんでもない映画の漫画ありますねピカレスク漫画。ひどい漫画が漢字で書くのが難しいダビデと漢字で書くんです。 のにも出てまして、えー、その次に1979年 <laughs>、うん、ミスター・ジレンマン式場狂い。<laughs> <laughs> これミスタージレンマ式場ぐるいですね、これ、あの去年の沖縄国際映画祭の関連上映会っていうのが、関連の,あの旧作の,あのコメディの上映会が、j 画のね、のね上映会があのさ沖縄県那覇市の桜坂劇場であったんですけど、<laughs> <で>そこで上映されてました、ミスタージレンマ築城ぐるり、はい。見ました、ね、見ました、見ました、高田純二のデビュー作ということで。そうそう <laughs> で、そればかり言うんだよ、高田純二がメインなのかなと思ったら、違うんじゃないですか、江本昭ですよ。そう <laughs> ミスタージレンマンになるしがない中年男を江本明なんあの頃のだから劇団東京乾電池っていうねベンガルとか江本明とか、まあ、高田純次とか綾田、うん、とかね、まあ、いろんな人がえ出てるんですが。 えー、そうそう柄本明が変身してジレンマンというスーパーヒーローのイエロヒーローあの当時でいうとだからなんですかねダメ親父 <laughs> そう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 ,そうあの家庭でもダメ、うん、子供にもバカにされかみにもバカにされ会社に行ってもペコペコ,ペコ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 して上司にも部下にもバカにされてるててでそれがある時ミスタージレンマンとしてカタカナでねジレンマンって書くんですけど、はい、<laughs> ジレンマンとして、えー、次々と えー、なんていうのなんてうだろう <laughs> だマスクをかぶってなんか自分のストレスを発散する,するしかもあのか事件も解決する時に都合のいい話でそのあ柄本昭さん扮するジレンマンのあの娘役が浅木隆香さんなんですよ。 わ全然覚えてない、ごめんなさい後半にいろいろ大騒動があって、ちょっと社会的現象になるんですが、偽ジレンマンというのが現れまして、よくある話、偽ジレンマンに、朝霧祐香さんはちょっとあの襲われるんですそこで、いや、違うんだと、本当、お父さんがジレンマンなんだということで、見事やっつけると。ンああっったたそんなシーンあった気がする、うん、はい 気がする。気がするんだ。<laughs> まあまあ、そういうことで、あの、ここ広げてもしょうがないんですけど。<laughs> <うね S 1> あの、まあ、そういう感じで、え、いつも結構活躍してますよ。結構いいところなんですよ。はいはい、あのー、ニカスロワンポルノっていうとね、本当たくさん作られたんで、あの、なかなかね、わかんない作品多いんですけど。まあ、例えばね、あの、宇野浩一郎の濡れて悶えるとかね。ダン、これ鬼六だ。ダンをにるか、白衣、白衣な地獄とかね。一、はい、夏の体験、青い珊瑚礁。 石垣島で撮った作品例の例のというかいろいろ問題になったやつだそうですあとは「セクシープリンクセになりそう」とかですね全然わからないなタイトル言ってる俺が楽しいみたいな楽しいそういう感じで結構有名どころの作品は出てるんですよでねこの朝霧優香さんってかなり活動期間が短くて1979年から日活ロマンポロネ出て81年以降には出てないんですよ3年ぐらいしか出てないで11本っていったっけ作品がはい その3年で11本出てもう年に23本のペースですよねそうなんだそうなんだまあロマンポルノだから作品撮影とかは早くてバンバン公開してるようなもんだといえすごいですねあとねその朝霧優香さん以外では青野リマさんという方がいまして青野リマ青野武の青野に青野武志の青野って分かりにくいわ分かりにくい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 分かりにくってもの。り リエンのねなしあの魔女の魔もうなんかなんかすごいでしょ青のリマさんっていう方が沖縄出身ではないかという話なんですが確証得られてませんただまあこの方もなんか数結構な数出てますねまあ80年代前半ということで全然知らないからなそれぐらいなんですね。 まあまあ、あのーまあ、もちろんポロの映画だってね、うんあのー、ポロのだからどうこうっていうつもりもありません、うん、面白い映画本当にいっぱいありますからうん、うんまありますし中曽根美樹さんが出てた映画も見ましたけど面白かったですからはいいんですけどじゃあほ、うん、映画女優、うん、僕たちは考えるあの女優さんとして活動してらっしゃる方誰がいるかなというので調べたんですが、うんあのー、80年代とかはね本当にいないんですよ。 であのー、先ほどねちょっと東刊五蔵の他のメンバーさんから「はいはい、こんな人いたじゃん」って言われて「あ思い出した」と思って全然調べてないんですけど一、うん、人は沖直美さん。沖直美さん。沖さんねもし沖直美さん。沖直美さんはもうあまあ85年デビューぐらいか「うん、ひとひらの雪」とか。 はいはいはい。えっと、結構出てらっしゃいますね。え養女伝説八十八とかって、これ、大林信彦監督じゃなかったっけほう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 。で、えっと、去年、え三年前か、はい。狩猟師先生、千葉るという、まあこれ、テレビドラマですけど、はいはいはい。にも出てたり、あと、まあ、いろいろ問題になった、結構出てらっしゃる。コンクリートという、ちょっと怖い。これは、こえっと、実在の事件をモチーフにして、いろいろ問題になっちゃったりする。問んですね。とかにも出てますね、沖縄美さんは。あと、宇佐美ゆかりさん。宇佐美ゆかりさん、あのね、前、えっと、 去年、はい、だからその金曜記念館で沖縄出身の女優とかいう名前をいっぱい羅列したじゃないですかはいその中でもすっかり俺出すの忘れてたのがその宇佐見ゆかりさんなんですよ宇佐見ゆかりさんって何出られてましたえっとねえっ、ー、と俺の中ではもう V マドンナ大戦争おおこれは85年ですねこれあのー、脚本がう,うん、えー、脚本が,脚本が、えー、野沢久さ,さん亡くなられましたけど亡くなられましたけど、うんはい、あの、ね、坂の上の雲 あの NHK のすごい超大作ですけどあの脚本の書こう書き上げた方の野沢久志さんのデビュー作だったと思いますよ確かあの「木戸四郎賞」登竜門映画脚本の登竜門の木戸四郎賞を見事取ってそれのいきなり映画化っていってそれの主演が沖縄の宇佐美ゆかりさんということですねあと「みゆき」っていうのもありました「みゆき」ってあの「みゆき」漫画が原作漫画が原作のえっと足立 えっとね、あだち、あだちかうん。原作で、うん、えっと、出演が、長瀬正敏、宇佐美ゆかり、三田広子、島大輔っていうことは、宇佐美ゆかりさんは、みゆき。 若松監督が井筒和幸というわわ悪そういやでも何かいろいろ大変そういろいろ大変そうな現場面白そうってでもこれビデオも DVD も確か出てないんだよね宇佐美ゆかりの作品ってあ DVD は出てないビデオは出てたかもしんないけど実はもう80年代で主役を張る方が宇佐美ゆかりさんぐらいですねあと宇佐美さんもだからそのみゆきと V マドンナダ戦争ぐらいしかないから他にね女優さんで調べていたんですけど 90年代以降なんですよね、うん、その前から名前を知ってる方なんですよ、例えばね、うん、あのアメクミチコさん、劇団東京ボードビル賞の出身、はい、佐藤美作さんの奥さんなんですけど、はい、やっぱあのテレビとかね、舞台の方にずっと出られてたと思うんですよ。映画に初め,てで初めてというか、ですねあの名前が出始めるのが、うん、90 1990年の「ペースケガタピシ物語」あった、そんなのあったねありましたね。あの犬 犬、犬の話。ワンチャンの犬の話。犬の話。大雑把すぎるけど。そうそう。あと、あの、あの、渡カンコと仲良くさせてもらってます、あの、リジュあ、リジュー、リジューゴーさんの。リジューゴさんの監督さん、ベルリン。あと、あの、仲良くしてもらってないんですけど、え僕たち大好きなサイヨウ監督の。仲良くしてもらってないってなんか嫌われてるみたいじゃねえか。存在すら分かってない。はいはい。まあ、あの、そのサイヨウ監督の豚の報い。はいはいはい。 出てますね3人の女性のうちの1人で出てました、うん、あの壮大なうんこを漏らすという <laughs> 今までにないパターンっていう別にそれがクライマックスとかそれが見どころじゃないですよ映画の内容的にそうせざるを得ない状況になっちゃう,う,うけど今までにないパターンと思ってね原作通りなんだけどうーんと思いながら見てたんですけど、うん、結構大変なみなんですよまあそういうことで、まあ、アメックみちこさんは、まあ、あのやっぱ90年代から出始めてまあ 2000年代、うん、ここ最近なんこ,こ,、まあ、ここ20年ぐらい80年代はちょっと舞台とかなのかなそうか、ね、なんかやっぱりあめくみち子さんって私からすると「うん、金ちゃんファミリー」ファミリーっていうテレビの印象がやっぱり最初にあってあ,あとねあめくみち子さんっていうとあれですよ、うん、誰かに似てるっていうことで話題に、ねはい、な,なってましたね ベスト10で薬師丸ひろ子のそっくりさんみたいな感じで出てましたね口元がこんなんか似てるみたいな感じでよく出てましたそうまんすよはそうなんですよはいそうなんですよはいまあそういうことでは全くわからない話になってくあでも今から90年代の話するんですよね これからは多分いや90年代までだよこれこれでも一通りえつづでこれが過去編なのよ大丈夫ちゃんと2000年代の流行なのでえっと特に関西のと意識さんメンバーの意識さんだと思いますがとアムロナミエもザカンニングという映画で出演してたあしてますあれも90年代なんのかな90年代ですねあの主演一緒にあの東京の山口

まあそういうことはこれが過去編ですまあ女優というかそっちの歌手の方ですねということはもう何かこう「あってタイトルの映画だらけでじんじんしちゃうねヒットしてますあのねあのこう記憶の片隅にもう思い出さなくていい記憶を今掘り返すよう話だから檻のように溜まってるような記憶を今指さましてますんでそしてこれは過去編なんですがここで現代編で一挙に爆発しますキーワードは「沖縄アクターズスクール」ですああ 最近にななっっててすすごいい増えたっていう感じなんですかねそうですいやでもアクターズ時代はもう90年代95年ぐらいから入ってるので沖縄アクターズスクールはもうねいいう、うん、全国的に話題になったんで、うん、あのー、まあ本当に若い若いというか20代の方はわからない人増えてるかもしれない、うん、あの沖縄アクターズスクール簡単にご紹介すると1988年に、うんえー、沖縄に開校した、えーまあ、ダンスとかね、うん、芸能活動 をする上でこうダンスとかそういったいろんな素養を身につけるための学校として芸能学校として始まったのが沖縄アクターズスクールなんですがこの校長先生が牧野正さんあのここから一気に映画に近くなってきますがあのおじいちゃんが牧野正蔵、はい。 そしてお父さんが牧野正弘さんお母様女優の轟由紀子さんうもう日本映画の超エリートエリートコ、ね、ー,ースですね、okay、はいそうですその人が校長をやったそうなんです沖縄アクターズスクールって最初沖縄で、まあ、開校した時にテレビ CM とかもやってたんですよ長田宏之とか出てたよねなんかねいとこになるのかな 沖縄アクターズスクール開校です。うん、私も講師としてみたいな感じで長戸さんが喋ってたのをなんとなく思い出しました。<laughs> 本当に講師してたんですかねわかんないですけどん <laughs> あまりそういう話は津川正彦さん、長戸裕之さん側からこの話が出ない,みたいな出ないね。まあなんかあるのかもしれない。プ歴史になっちゃったんですね。いや、わかんないわかんない。本当にわからない。まあ、そういうことでル、うん、から。ら それで沖縄アクターズスクールなんですがやっぱり沖縄アクターズスクールといえばですね「テンペスト 3D」でんだっけエンディングの主題歌も歌っております安室奈美恵さん出ましたねそう安室奈美恵さんが出てくるかなと思うんですが意外意外作品は2本しか出てません一つが「ザッツカンニング」史上最大の作戦さっき言ったやつだいうことですねこれは96年そしてその同じ年96年 年に学校2という山田洋次監督の作品にも出てますが、これね、出てるとはちょっと言えないかもしれないですよ。これね、北海道の養護学校を舞台にしてるんですけど、その養護学校を無断で抜け出した生徒2人が、1人は神戸宏さん、でもう1人があれですよ、なんとかというわけでの人ですよ、北の国に出てくる人。そううう違違名前忘れましたが この二人がこの二人がまああの洋楽学校の生徒で抜け出しちゃうんですねでんで抜け出したかというと札幌でちょうど今安室奈美恵のライブをやってるとそれを僕は僕たち見に行きたいなということでこっそり抜け出して安室奈美恵ちょうど96年だからもう絶対期ですね絶ですねに見に行ってもうわっと応援するっていうシーンがあるんだけどコンサートシーンそうに出てるんだうんだから全然元気もしませんなるほどね あのこのちゃんとこうコンサートシーンの歌手として出てくるっていうとですね、なんだっけ、えー、ゴジラ対対ビオランテで、モ斎、ね、藤由貴が出た感じ、あそか大阪城ホールで、うん、しかもコンサートを見せてないんですよ、はいはい、外側で、有、あ、名、のー、の中へ、有名の中へって歌ってるときに。うん 死て,て、皆さん、ゴジラが現れましたって咲藤由貴の声だけが聞こえるい。いや、だから八十四年のゴジラでデーモン国連が。<laughs> 出,出てた、出てた。出てたよ。あんな感じ、うん、そうそうそう。<laughs> いや、じゃあじゃあ、あれよりもちゃ,んとやちゃんと見せてるんですよ。ああ、楽曲としてはね。そこはドキュメンタリータッチなんですよ。やっぱ山田洋次だから。なる,なるほど、なるほど。そういうのうまいから。はい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 。けど、あの、実際私、あの、 どこから来たのとかそういう絡みないっていうい。本当ただコンサート撮ってるだけ別に安室奈美恵じゃなくてもよかったぐらいのレベルの話なんでそう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 か映画ってそれぐらいなんだじゃ意外と少ないですね少ないねじゃあ安室奈美恵がですねソロでデビューする前にモンキーの頃スーパーモンキーそう に出てた、あの、てえば、あの、マックスの方たちですよ、はいはい、4人。スーパーモンキーズ。はい。元スーパーモンキーズですね。じゃ彼女たちは映画でしたかというと、出てます。出てます、ね。ただね、マックス単体で出てる映画は3本だけ。うん。えー、一つが、え、マックス。えー うん、レディース漢字でレディースと書きますが、うん、え漢字の上に濁点が入れるっていうえっとねえっ、ー、とパソコンでは打てない字ですね打てない字で <laughs>、はい、レディースという、あのー、これは本橋正秀という、あのー、ヤンキー列風隊っていう漫画を書いてましたあの方の原作ですね書いてますかなりあのー、凄まじいバイオレンスの漫画だったんですエロエロくてバイオレンスな漫画だったんですさらしを巻いてたようなイメージ はいね、そこに4人がそのレディースの4人として出てきます。うん、であとは「ギブ・ミ・スシェイクレディースマックスこれが翌年の97年、うん、そして「スターライト」これが2001年これはミュージカルです。もう本人として出てきます、はい。という感じで出てきてやっぱ出てないんですよ。うん、でそのの後マックスの中でで単体でさん、うん タクシささんんタタククシで言うよシナナさんは「ドリームメーカー」という作品に99年出られたり2003年には「棒倒し」という映画に出てますがこれも特別出演ということでドリームメーカーっていうと誰でしたっけえっと上原貴子さんな何でしたっけああはいはいはい上原貴子さんはですねあにも出てますよえっとね そこで話、まだあるんですけど、うん、今これマックスの。マ、はい、アムロナミエでしょうん、マックスでしょじゃあ、ここは外しちゃいけないスピード。うん、スピードといえば、三池隆監督のアンドロメディア。うん、アンドロメディアすね。九すね。1998年。はいはいはい。はいはい 僕、三池隆監督だと思って見に行ったら単なるアイドル映画だった当たり前なんですけど子供いっぱいいたっていうんですけどそこに出てましてその後またスピードも一度今は復活してます再形成してますがその後また単体で活動して島袋弘子さんは先ほど言ったスターライトでバックダンサーズ2006年にすごい踊りやってましたねあと今井理恵子さんは陰陽師陰陽師通であの三つ虫名前あれ何て言うんえっと でまあその映画に出てました。うん、はい。で上原たか子さんはナースのお仕事とかね。まあ、はいはい,はい、いくつか出てますが、したはい。まあそういう感じであのねただねああの映画出てたよねっていう作品ではちょっとないですよね。うん、はいはいはい。うん。でねあの。 そう、その後、例えば、ワイズファクトリーというグループ所属してて、今モデルで活躍する山田優さん。もノええ、のカンタービでね、テレビ版の流れで、その出たりとか。あの、劇場版カンナさん、大成功です。出てましたね。そういう流れで、まあ、出てますが、あのね。やっぱり、あの、テレビとかね、雑誌とかの方の活躍の方がメインという感じなんですね。映画女優という感じだな。感じではない、ないんですよ。で、この。 沖縄アクタースクールのほんと裾野が広いなって本当に思うんですけどそこで登場するのが中間ゆき恵さんなんですね。もえアクタースクールではないんだ。中間由恵さんはね沖縄アクタースクールの出身ではあるんです。ではあるんだっけあるんだただあの目立った活動ではない単ことであ、そうだっけ体であの、なんだっけ沖縄テレビね、沖縄の地方テレビ局沖縄テレビでドラマ作るっていう時にオーディション受けてそれで合格するんですね主役として。そこからどん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 。 あのはい、はい、全国の番組出るようになるんです。はい、その後東京パフォーマンスドールとか。はいはい。あのー、あその後の,その頃。東京パフォーマンス。ドールっていやその後の流れがまたいろいろあるんで。うん、あのアクターズスクール出身っていうことは実はあんまり知られてないとそうか。 知らなかった。でしたかうん。本当に。いうことなんですが、で、中目慶さんは、あの、最初のお話したテンペスト 3D で、堂々の主演を張っているんですが、あの、本当にたくさん出てます。あの、トリックとかね。はい。これも、あの、テレビの流れなんですけど。代表作ですよね。うん。極戦も映画化されましたし、あの、竜神マブヤにもゲスト出演してます。はい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 。い。ということで、えで、この、今、中目慶さんがですね、あの、一番最初、1996年に、友坂理恵の友達役で出ました、友子の場合。 そこから映画出始めるんですが96年年から出るんですがこれまで「テンペスト 3D」までですね総本数21本本出てましてそのうち主演作が9本すごいすね半分近くが主演作ということでかなり出てますやっぱりここら辺も女優っていう感じなのかなと思いますはいうことですね あ主演作が意外と多い方っていうのをちょっと調べた、うんですけど、あの東麻林監督からのメッあツッコミが、永田ピン子も沢村光子も、テレサ野田も、沖山秀子もすっ飛ばされたとすみません、<laughs> 調べきれてないんです、沖山秀子さんが沖縄出身かどうかの確認が取れないんですよ。<laughs> なるほど。えっとね、僕のちょっと持ってる資料が少なかったのかもしれないんですけど、はい、ちょっとね、これ逆にね、東麻林監督に教えていただきたいなと追加、追加もしないといけないですね、なんか。うん あと黒戸かけさんから、なんか、さっきの、なんだ、え、安室奈美恵が。コンサートシーンだけの出演だったことに関して、ローリングストーズなんか、看板だけの出演だったじゃないですか。<laughs> あ、で,で太陽を盗んだ男。<laughs> あ、でも、これ僕、あのー、僕 <laughs>、あの、あの、呼ぶんだよね、去年。日本政府が <laughs>。去年見たんですけど、太陽を盗んだとこね。<laughs> ただ、この、たい、結局、この、なんか、嘘だったよ。 っていう話だったような気がするんですけど、覚えてないです。まあ、どっちにしろ看板だけだった。出てるのは。確かに、日本。あの、とこでね。まあ、そういう感じで。はい。すみません。あ、まあ、そういうことであの、本当いっぱい出てます。他にもいます。あので。まあ、その中で、例えばね、黒木明イさんとか。この方も。本当十三本出てますよ。 も本当に最近だよね2005年の同じ月を見ている以来、2005年、2012年、今、テレビとかでも予告編流れてますけど、キリンの翼、劇場版新参者、ここに至るまで13本出てまして、そのうち主演作は3本ということで、結構脇役みたいな感じでよく出られますね、ヒロインとかね。 いう感深井誰かの代わりにヤマトに出たとかそんなのもあったもんねええー、森ゆきさんですねはい,は,いはい。森ゆきさんの代わりじゃないよ誰かの代わりに森ゆきさんになったといことはい。ありましたもんね深でもえ2005年ぐらいから出始めてってことはまだ10年経たずに、うん、10何本そう ななかかすごいねまあまあ主演が少ない少ないというかまだ3本とはいえ結構出てはいるよね負けるも納得ですよねでここで外しちゃいけないっていうのがあの方ですよここ最近出てますあの年のあのお正月の朝日新聞のお正月号でもインタビュー記事が掲載されていました三島ひかりさんです皆さんご存知かもしれませんが三島ひかりさんは沖縄アクターズスクールのグループの一つであるフォルダー5フォルダの5人のうちの1人 として最初デビューしたんですがその後あとまあええまあ演じる側の方に回って今すごいことになってますね。はあそうね満島ひかりさんは2003年それまで「ひかり」っていうアルファベットで「H-I-K-A-R-I」で「ひかり」やってたんですが2003年から「満島ひかり」という今のお名前でやってまして最初のね 面白いなと思ったんだけど、モスラ2改訂の大決戦。はいはいはい。子役で出てますね。はいこれ、1997年なんですよ。97年だから、まだ、えっと、フォルダーがフォルダー5の頃なのかなそうなんです。あの、いや、フォルダー5じゃないんです。じゃないフォルダー5は、2000年に、あの、指導して、2002年に。 わずか2年で、活動休止状態になっちゃうんですね。その前に、あの、モスラ2に出てるんですよ。そうか。それからかなり間が空きまして、フォルダー5も終わって、テレビに単体で出たりとか、いろいろやってまして、その中で、え間がブランクがあって、2006年、デスノート。デスノートデスノート・ザ・ラスト・ネームに、えー、そこから、 えー、だんだん増えてくるんですねでその翌年2007年には、うんあのー、今はも明拓とも言われてますけどそのシオン監督のエクステという映画で出てまして2007年には初主演、えー、初主演作の僕の彼女とその彼氏過去幽霊と書いてますほ<う>っていう作品で、えー、初主演します、うん、そして少林少女にも出てます少林少女,少林少女出てるんですよ 見たような気がするけど途中で寝たかもしれん,、うん。見たような気がする。<laughs> うん、まあまあそれでまあいろいろ出てまして、<laughs> うんうん、であのー、2012年には北のカナリアたちという作品がありまして、えー、それにかけて、えー、今のところ17本。おすごい。す,、えー、<の>すげえ。黒木メサさ,さん一気に抜いちゃうんですね。うん、で特にあの三、ー、島ひかりさんがあのー、よく出てる。 のが2009年か2010年にかけて、えっとね、本当に最近だ。うん、2009年にあの4本、一年で4本だよ。すごいね。で、これは主演でですか？いや主演ではないです。まあけどそれに近い結構ねいい役で、ええ2009年にプライドというあの一条ゆかりさん原作の漫画でねものすごい演技してました。あの 結構悪の強い役だったんです。で、その後に、その後でも同じ年なんですけど、先ほど言った、エクステのそのオン監督の、海外でも賞をたくさん取りました、4時間の対策愛の剥き出し。愛のき出しで、女子高生役、これもかなりすごい役やってたんですけど、で、出たり、ちゃんと伝えるという映画、また、クヒオ大佐クヒオ大佐はの騙される女性たちのうちの一人。で、食堂片つむり、出てたっけと思うんだけど。 そして2010年に入っ2010年か、書道カタツムリで、その主演監督のかけら、2010年、これで初め、その主演監督の作品では初主演になるのかな、うん、に出ましてで、その後川の底からこんにちは、2010年、うん、これ、監督さんとその後結婚されましたね、うん、主演作で。うん、あ監督さんだっけ、この監督だっけ。その後悪人とか、うん、悪人でも結構重要な役です、でラビット・ホラー 3D。うんあ あのこれあの清水監督ですね。清水隆監督。そうそうそう。あと三池隆史監督の一名。三池監督いっぱい取ってるんで必ずどっかに被ってくるんですけど。あとスマグラ。お前の未来をなんスマブキサとし。あそこでもえっとヤクザのえまあ亡くなったヤクザの親分のえ奥さんかな若いのにみたいな感じで。 ということで出てると。黒戸影さんが劇場版も的には、三島ひかりが出てこなかったのががっかりと。だそうですよ。出てないんだ。ね、そこら辺が難しいところ。難しいんですか。はい。難しいかな。難しくないね。む適当でした。はい。まあ、そういう感じで。本数は本当多くなってるもんね、今ね、うん、大ヒットすっかり。メジャーな。 超メジャーになってますもん、ね。女優さんになっちゃいましたね。うそうですね。まあそういうことで現代編としては沖縄アクターズスクールっていうキーワードで、あのー、突如そのだから踊りとか歌とか、うん、そういったエンターテインメントのまあいわゆるもういわゆる。 実際見て楽しむようなところで沖縄アクターズスクールの人たち出身の方たちが頑張ってたんですけどここで演技派という三島呼ばれる三島ひかりさんが突如登場という感じでまたあの沖縄アクターズスクールの時代はえアクターズスクールそのものはよくわからないんですけど沖縄にいても <laughs> なるほど何やってんだろうと思うんだけどえそこから飛び出したえ方たちは今すごい活躍してると。うん いうことでございます。これが現代編。キーワードが沖縄アクターズスクールでした。ある種なんかね、それまでまあ歌手＆ポルノがあって、でアクターズスクール出身がいて、からえっとまあ三島ひかりにたどり着いたみたいなのはなんか変な意味なんかそういうもの的な扱い、いわゆるだから今人気あるアイドルだから、歌手だからみたいなねあのダンサーだからみたいな感じで出てたところからだんだん真ん中にいってきちんと演技派に。 としてそうそうっていう感じの今うん扱いになってきてるなってるという素晴らしいですねこれはもう本当三島ひかりさんがもうやっぱ一番もうそれだけ頑張って出したんだと思うんですけどねまあそういう感じで三島ひかりさんの話でしたそしてあの他にも一応触れときますあとはあのあらあらガキユイちゃんガキガキねあと国中涼子さんも映画まあそこそこ出てますよはいということであと前原恵里さんという方もいます前原 前原理さんね沖縄でもあの沖縄でも活動してるんですけどスイングガールズ2004年えトロンボーンをあの吹いてる女の子で出てきますの、ね、でう,、まあ、うちなんしゅの女優さんなんでちょっと見てくださいなるほどはい天国からのエルにも出てますはいはい、はいはい、最近公開されたんですですね、うんうん、そうですうちの特関特関一希さんからは仲間ゆきえ主演で印象だ印象的なのはリングリングゼロバースデーかな、うん、リングシリーズのバースデーありましたね、うん、ありますはいガメラ、うん、あのそうそうあの リングゼロバースデーですよね。はいはい、あの貞子役なんですよ。貞子役っていうと、あ,あ、うん、いきなりこれで出てくるのかっていう話なんですけど。うん、この絵がそうじゃないんで、ね、いすよ、ね。あの、なぜ貞子がいいサダコ、あの貞子ないい。なぜ貞子が <laughs> ああなっちゃったのかという前日談なんですよ。<laughs> は,いはい。バースデーはそうでしたね。あと黒トカゲさんから。 だに寅さんもしくは釣りバカやってたら満島さんは絶対に駆り出されてたと思う絶対ヒーローに出ますよねしかもあの大泉洋の大泉洋が惚れる感じの人みたいなえト寅さんじゃないの転勤先であごめんなさい俺釣りバカ西ってたあそっかいやもうあれです渥美教師は惚れないよそうか多分ねあの甥っ子の潤くんの潤くんうん光留でしたっけ何でしたっけの多分惚れる役だそはい。 そういう感じで、現代編は話が尽きないんですけど、そういうことで、今も大活躍ですよ。はいうことで、現代編終わったんですが、そして今後どうなのかということで、未来編、いよいよ未来編、予想も含めてですね、未来編、未来編というと、なんかあれだな、火の鳥みたいなね、復活編みたいな、誰が復活するんだろうね、復活編はあとでちょっとちゃうんす、あるんです、沖縄映画ドリの復活編も。 あのツイートで、牧安知さんからの。言葉が。ありましたような。あった。うん、あった。欠片の監督は。安藤桃子。はい。ええー、存じ上げておりますが。<laughs> はい。あの、奥田瑛二さんの娘さん。<laughs> はいはいはい。ですよね。あのー。久,久しぶりです。その中でいうと、沖縄の映画監督の宮平貴子も友達だということ。話は聞いてるので。なまあ、なんかいろいろまた沖縄で、なんかあるかもしれないですけど。ね。ということで。 で未来編まとめに入らない駆ああ、ね、駆けけけ足足でででいいいいいきますすすよよか、はい、皆さんいいですか <laughs> 相変わらず駆け足だけど未来編のキーワードは美少女図鑑です。うん、美少女図鑑 あのー、これ何かというと沖縄でフリーペーパーが出てるんですけど、はいうん、沖縄美少女図鑑というですねあのフリーペーパーが出てましてカフェとかに置いてますよね、うん、そうそうそうあの沖縄出身の、えー、沖縄出身も沖縄に住んでる女の子普通の女の子を可愛かったら、うん、そこです、えー、ちょっとこう モデルととしてそこに登場する読者モデル的なそう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 いう感じで出るんですね高校生とかでそこから実は今だんだん出始めてますはい今からご紹介する3人がまさにその美少女図鑑の出身とちなみに沖縄美少女図鑑といいますが地域地域にこの美少女図鑑ありますありますねテクスファームという会社がですねこの授業手がけてまして他に新潟美少女図鑑とかね各地域にありますんであのちょっと ご存知の方はぜひ見ていただければと思いますはい、はい、でその沖縄美少女図鑑出身の女優さんといえばですね、えー、今すごいです、最新号、映画秘宝の最新号で表彰を飾っています二階堂ふみさん、うん、名前がうち沖縄の名前じゃないよね、<は>二階堂っていう名前は。あまり印象は沖縄と結びつかないかもしれないですね二階堂ふみさんはあのー、初めて出られた作品が、がまの油、2009年。 これ、は役所広司さんの初監督作品で、そこで出てまして、うん、でその,後のあのいろいろ出てまして、あの8本、うん、えー、今年公開される作品も含めると8本で出てまして、かなり注目はされてたそうなんですね、うん、かなり気が強いという話も聞いてまして。うんうん はい。気が強い気が強いという。もちろん、とても綺麗な方で、まあ、気も強くて、あの、ガンガン言うっていう感じで、こいつなかなかやりよるみたいな感じで、表情的な。なったということで。はい。で、あの、初めての主演作が昨年でして、不思議なんですけど、ドキュメンタリーなんですよね。半分ドキュメンタリーこれ何て言えばいいんだろうね。劇場版、新生かまってちゃん、ロックンロールは鳴りやまない。 ああ<ー>で主演を張ってますはい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 あっ知ってますへえー、これあのこれで、あのー、初めて初主演作がこれだったということで、うん、かなり話題になってまん。であのー、まだあ指輪をはめたい指輪をはめたいはいはいはいコメディ映画ですけど、うん、それに出てたりとか、うんはい、出てましたけど、えー、実は「テンペスト 3D」にも出てる 映画版の方は、実はあの BS のドラマ版には出てたんですよ。あの子役、テレビ版のテンペスト子供の頃の役、まあでこれ劇場版出てるかどうかちょっと僕は分かんないんですよね。ああ、生元役と言われても。うん。ザマイさん見たんだよね。見ました。会で見てるんですよ。ただ見てるんですけど、そうだっけな感じ。もう言いづらいんですけど、ちょっと二階堂ふみさんの顔が。 まだ一本も作品を見たことがないので使わないんですよねなるほどまああの顔はね、うん、なんて言えばいいんだろうあの方に言ってますよ最近離婚した人 あんまり、あんまりいい例えじゃないような気がするの誰かわからないけど。いったらいけないような気がします。とりあえず、今出てる映画秘宝を見れば。まあまあわかります。表紙、表紙になってますからね。で、あの、で、この方が今、なぜ一番注目されてるかっていうと、まあ、あの、メディアでも散々紹介されてますが、あの、また出てきます。そのオン監督。あ出ました。そのオン監督の、これから日本では公開されます、秘密。秘密。はい。あの、古谷実さん原作の漫画ですね。かなり。 あれすごい面白いんだけど「秘密はものすごいダークなやな気持ちながヤンマガで連載してますカタカナで秘密の劇場作品実写化されたものですけどそれの主演の男の子のいつもそばに寄り添う女の子で登場しますでこれでその主演の男の子と二人でダブル受賞新人賞でしたっけこれなんだっけベネチアベネチアだっけ どっかまあ外国の映画賞ですよね。はいはい、あ、はいはい。あの、ベネチアの、うん、その、ベネチア国際映画祭のマルチェル・マストロ・ヤンニ賞という新人女優、新人、あ新人俳優さんに贈られる賞で、日本人としては初めての快挙と。お<ー>なるほど、ね。ほどね、黒トカさんが離婚した人、ダルビッシュ。<laughs> 役者じゃねえよ。ダルビッシュ。西川、はそんなに似てない。ダルビッシュかな。ダルビッシュ。今、アメリカ行っちゃったした。<あ> <laughs> 帰ってきたんかな <laughs> そういう感じで もちろん、信姉さんなんかお気づきですかねあ、あの、あの、あの人です。あれあ、え、宮崎とかいう人だったかなうん。葵とか言ったな。ああそうですね、なんか。 なんか第二のとかなんとかあったとかなかった第二のって言われるとダメなら離婚しそうでやだなそうなんですよそれでそれで二階堂ふみさんが今ねもうだから担当一度賞もす頭一個抜きにでた感じですかねそういうことなんですよちなみに二階堂ふみさんですねその瞬監督のオーディションあれじゃないな これまた違う話で。ちゃと置いときましょう。置いときますか。はい。まあまあ、の多分これからどん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 露出は増えていきますので、注目していきたいと思います。あと2人。あと二人。あとはですね、日がりのさん。日がりのさん。カタカナで日がりのね。そうそう。はい。コマーシャルでも出てましたね。沖縄の方でも先行して、コマーシャルね、いっぱい出てるんですけど、みんな知ってます。で、あと NHK の全国、え、E テレ。ーテレで、所ジョージと城島さん。 徳島茂の番組とかに出てましたね、出てますね、出てるその日嘉理乃さんも、今、女優活動を始めてまして、阿部寛さん主演で、沖縄の元部長を舞台にした天国からのエールに、すでに出てます。で、その後ですね、ちょっとこれ、よくわからないんですけど、セーラー服、黙示録、黙示録。黙示録。はあ。なんでしょうね。リメイクみたいな。で、2 0 0今年公開予定のが、Lifeisdead。これね、ゾンビ映画なんですよ。 あ、なんかちょっと俺ひ、ひかれるな。<laughs> 日本でゾンビ映画って結構。いいね。珍しいよね,いいね。いいですね。ゾンビゾンビ役なのかな。なかゾンビ役でもいいや。とりあえずなんか、ゾンビ映画だったら見に行こう。<laughs> 結構なんかチョイスがなんか結構面白そうだな。はい,はいはいはい。りのさんは、だから今年はね、女優として名前がちらちら出てくると思います。はい、これから。はい。そして、えー、最後ね、田崎彩香さん。田崎彩香。彩香はカタカナです。あ この方はもう「テンペスト 3D」出てますあ,の、ね、あの仲間由紀えさん扮する主人公の、うん、えマズルという役なんです、はい、役名なんだけどその子,子供の頃少女の頃の役をこの田崎彩香さんが出てまして。 ですので「テンペスト 3D」見ればこの方出てきますドラマもそのままやってましたもんね。NHK とかね時々出てくるんですよ。だとこれもまたよくわかんないですこれから公開予定なんですけど「ミス・ボーイズ決戦は甲子園編」っていうのがありましてででししょょううねこれねなんか女装男子の話らしいんですよ。 男あ…まあいいトメ、はいうん、系じゃなくてあのうんあの普通のこう何ていうの硬派な高校の応援団なんだけど、うん、実はこの応援団は女装、うん、クラブだった。うん、なんじゃそりゃと。 さんんどこに出てくるだ。女装、女装する側みたいな。よくわからないな。まあ一応そういうことです。女装される側ってなんだいあ女性服とか盗まれる側とかそういう感じじなんですか。だんだん、だんだだんだん心配になってきます。田崎彩香さんの今後が心配です。セーラー服ももよくわからんけども、こっちの方がよくわからんですね。じゃあ田崎彩香さんも美少女図鑑出身なんですかそうです。この三人はそうなんです。なるほどね。この三人はね。ということで、あの美少女図鑑っていうキーワードがですね、ええ結構、 知ってるといろいろ分かってくるんじゃないかなと思います。はいということで、過去現代未来編でございましたさっきね、未来編で思い出したんですけど、復活編だったらこれがってことですけど、ちょっとこれ、逆に失礼なんで、やめましょう。もう一つ、キーワードがあります。過去、現代、未来にかかわらず、沖縄の映画女優というと、このキーワードが必ず出てきます時代に関係ございませんです。 オーバー編、はい、別ジャンルです、ねはい、えーこ,うね、この「ーバーというジャンルについてはですね、えー、2大ーバー女優がいまして一人は皆さんご存知平富さん平富さんは現在19本、うんえー、作品に出ておりまして、うん、なんと主演作もあるというこれは「ナビーの恋」っていう一大ブレイクしました、はいえー、この作品で全国、あのーまあ全国 的なに名前が全国的なオバあるようになりましたもまああとはチラシに出てたっての知った人も多いでしょうねはいそういうことです新人賞かなんか取ったよねなんかあそうなの取ってなかったっけ新人新人なのかあなんか取ってた気がしますねなんかタイナさんは本当にあの あれなんですよね若い時から30代の頃からおばあ役なんでずっとねおばあ歴が自分のおばあより長いんですよ何言ってんだって何言ってんだ分かりません今昔からこのおばあ役をしてて自分が今本当のおばあになってるかなんか化学反応が起きてんかそうそうそうでも化学反応を若い時からおばあ役をするっていうとキキキリンさんと同じですよねああ近いかもしれかもしれないね まあ、そういうこと、けど、本当に優しい。あの、テンペストにも。この、まあ、テンペスト出て。テンペストスリにも出てて、この前試写会があったんですけど、試写会にもいらっしゃってて。あの、すみません、いいですか、パチって、ちょっと。やら、写真を撮らせていただいたんですけど。すごく小柄で、す、可愛いおばあちゃんでした。テンペストス d ーみたいな、なんか、あの。 主要なこの沖縄の女優がすごい一度に四世代ぐらい、五世代ぐらいか感じなんですね。そうそうそう。あ、だからほんテンペスト 3D 見ると、もう最初から最後まで沖縄の女性がよく出てきます。各所で。あの結構面白いです、そこは。なるほどね。あの最後は、あの、安室奈美恵の歌で終わるみたいな。そうです。結構すごい感じほど。結構面白い。そこら辺ん。まあそういうことです。で、あの、先ほど二大女優、二大オーバー女優って言いましたね、もう一人、吉田妙子さん。吉田妙子さん。吉田妙子さんは、あの、十六本。 はのこの方90年代からですね実は平良富さんは79年の沖縄チルダイぐらいからなんですよはいはいは七79年の沖縄チルダイ85年のパラダイスビュー88年のマレリンに会いたい35年ぐらい高峰監督の作品によく出られるいうとなりましてまあね富さんも今いう吉田太子さんも基本的に舞台の人だから映画はまあ結構 比較的最近かからなのそしてその吉田妙子さんは92年の「パイナップルツアーズ」目立った出演、うん、作として挙げられるのが最初は「パイナップルツアーズ」1992年、うん、えそこから「パイパティローマ」「ガマ・ゲットの花まぶい」ということで沖縄関連の映画ですね、うんうん、で最新作は「竜神まぶや」です。 龍神マブや沖縄の方ではテレビでやってて、そういうの劇場版ということで、最近、主演の i s と共演してた福本さん、ジュディ、福本ジュディユキコさんだったかな、二人が婚約したということで、大変話題になりましたけど、その作品にも吉田妙子さんは出ております後ろに今、ポストありますけど、琉球カーボーイ、よろしくございますという映画のね、東間林監督が。 演出した「シー・ミー」という作品でも太イさんは出ていらっしゃいますし今 t とツイッターで書き込みがありましたが林監督から「大名トミさんはテレビ番組『走れ K100』で73年74年のテレビ番組ですがその頃からおばあさん役やってるというえっと待ってよ37年以上前らい40年前ですよほぼほぼ40年前から おばあさん役をやってるす。すごいね。人生半分ぐらいおばあさん役をやってる。おばんですね。<laughs> すごいね。じゃあもう慣れたもんだろうね。<laughs> すごいな。今の生き方。わからんけど。もうもうずっと演じてきてたのをやってるだけってことですよね、うんうん。うん。すごい、ね。素晴らしいですねで。けどトさん本当に面白いですよね。うん、あのト、ー、さん本当にいろんな役やってましてあのー、先ほど言ったそのトーマ林監督の1992年の。 パイナップルツアーズの第三話爆弾構造の方ではですね空も飛びますし違うトあトミさんねそうタイラさんタイラトミさん空も飛びますしノエルという映画ではですねスナイパーやってますスナイパーあのまあいわゆる狙撃の訓練を受けるオバどんな役なんだっていうでもそれもオバとして受けてるってことですよねそうですね出てますでパイナップルツアーズではそのトさんも吉田タ子さんも 二代おばあ女優が出演してるから、これはこれで見とかなきゃいけないです、うん、見とかないといけないですね。この現代のおばあ,おばあにふさきしのマルチタスクの持ち主、マルチタスク、<laughs> 本当に、あのここら辺はもう完全に吉田妙子さんと平登美さんに関しては、ですね完全にもう時間を超越したという感じですね。 火の鳥を連想しますね。火の鳥。よく分からないけど。未来編じゃない、お編になったんだけど。まあそういう感じです。このオバーっていうのも時代を超越したキーワードだということでございます。はい。で、あの、最後に一つだけ触れていいですか。番外編で。番外編。タムリン富田さん。タムリン富田さん。一応出しときます。はい。富田さん。はい。あの、この方は沖縄県の嘉手納基地の生まれです。嘉手納基地内で生まれて。嘉手納基地内で生まれてっていうことなんですけど、1986年のベストキット2で。はい。 その名を知られましたラルフ・マッチオの恋人役みたいな感じで主演のねそのあの愛と悲しみの旅路」とかね結構大作にも出てまして「フォールームス」にも出てまっとあの人のタランティーノとロバート・ロドリゲスの作「フォールームス」にも出てますし最近で言うと2009年に「鉄拳」。 鉄拳あのゲームのやつですゲーム、鉄拳の劇場版にも出てます。はいはいはい。ということで、タムリン富田さんも大活躍中ですので、すばらしいですね。ぜひですね、追っていただければと。追っていただければということでございます。信姉さん、おばあこそ火の鳥という発表があいや、本当とに火の鳥だよね。フェニックスですよね、なんか。その灰を飲むとみたいなね。ダメダメ、はい。で、黒トカゲさんが、おばあという響きには、ものすごく恐縮を感じちゃうよと。 あと若い頃からじじいだったのは竜ュ周と天元秀夫。天本秀夫さんは、もね、あも演じてますけど、宇宙ババ宇宙ババ、何宇宙バばなんてうメッセージの方ね。出てます。あそうか出てるんだけど、それでいうと、平登富さんもすごいですよ。おじ演じてますからね。何でやってたのえっと、あれ、「真夏の夜の夢」という作、2009年ではついに。 おをやります性別もわさにまさに火の取っていうこと逆に生涯子役というジャンルを誰か開拓しないだろうかねとえっと行ったじゃん生涯子役白木稔さん生涯子役だったかなあ途中で実業家になったよ新年かとかミスター・チルドレンのんかジャケットにもなったような気がするけどああはいはい生涯子役 なんか怖い話ってウエマンさん芸人の鉄拳かと思ってしまったそれは映画にならないと思うんだしかもアメリカ映画です鉄アメリカで大人気かもしれないですタブリン・トビタタタブリン・トビタがあの格好をするのかなとそんなタブリン・トビタは嫌だということでございますはいということで本当にもう沖縄うちなんちの映画女優さんをですね見ない日はないっていうぐらいにいろんなところに露出してますんで でね、ーマ監督がツッコミ入れてましたけど、沖縄の英子さんとか、そうそうそう、あのね、僕も全然、なんか調べきれてないんで、ぜひですね、いや、この人忘れてるだろうとか、この人取り上げてよっていうね、ぜひぜひ教えていただければと思います。意外な方がうちのうちだったりすることってあるんで、ぜひね、よろしくお願いします。ちなみにね、沖縄アクターズスクール出身の人で、珍しい人が一人います。えっとね、みその。は ええー、と沖縄というより大阪じゃないですか。大阪校行って沖縄本校にも来たことあるそうです、ね。ああ大阪校出身っていうのはまあ有名ですよね。よね一緒に入れてしまおうかなと思ったんですけどうん、うん、あの人京都の人なんですよ。うん、うちなんちゅうじゃ女優じゃないしな。うん、じゃないしうちなんちゅでもなかったっ。なかった。うん、まあそういうことで。<laughs> ぜひですね、情報をまだまだ募集しておりますんで、よろしくお願いしますとりあえず、この一歳、そろそろ公開するテンペスト 3D を見ると、今日行った女優さんがあちらこちらに出てきて、立体的に楽しめるんじゃないかと、飛び出す、飛び出すたいあとびさんとか、飛び出す仲間いけとか、ありますんで、このテンペスト 3D 公開記念。 うちな映画女優総ざらいということで、えー、ご紹介いたしました、うんえー、ちなみにテンペストもう一度言いますが、えー、1月28日から全校公開沖縄では2週間早く1月14日から公開されますのでもしよろしければうちな映画女優が、えー、いっぱい出てますんで面白いかと思います、うん、そういう視点で見るのもねそういうことで、はい 1> えー、第1位のタグこれにて終了でございますはい、はい、えー、じゃあ1回ジングルの映像を入れましょうで CM の後は名画座冗談手だよ クリックボイス沖縄かららお知らせですクリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができますもちろん無料ですよまた Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしていますアクセスは Facebook クリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね皆さんのアクセス待ってます ということで戻ってまいりました。っえっと。<お>ははは。大丈夫か気抜いてたね。うん、ボケとしてた、えー。はい。ということで、えー、今日も参りましょう。名画座上段手ということでございまして。えー、あ、そっちだ。ハい,いです。 こちあ、それでございますね。銘柄<年>上場談ってです。銘<す>上場って、えっ、ー、と今日もやらせていただきます。えー、新年第一発目は。はい。新年のね、もう正月休みでダラダラっとしてる気分に乗っかったような感じで、はい、えっと今日はメイフィールドの怪人たちという作品をいきます。これがえっ、ー、と。はい ご存知かどうか知らないですけど真ん中にいる根巻すのが寝、えー、巻き姿の方はトム・ハンクスです。うんはい、えっ、ー、とねメイフィールドの怪人たちこれ1989年の、えーえー、ジョーダンテ監督作品なんですけども、うんね、今出たそのトム・ハンクスが、まあはい、じわじわ人気出してきた頃というか、はい、えとまあまあ、えーとね、それまでなんかスプラッシュとか。 マネーピットとかまあ普通というかドタバタ系のコメディとかあんまりそんなトム・ハンクスという名前で売れる作品ではなかったんですけどもこの前の年かな1988年に「ビッグ」という作品で主演して少年が大きくなっ大人になっちゃうという話でそれでアカデミー賞のノミネートされたりとか誰がトム・ハンクスが。 役者としてそそそうそうそう,そうなるほどだろうなので、えー、とすごくいっぱい仕事が舞い込んできた頃に作られた作品がこのメイフィールドの怪人たちで、うん、トム・ハンクス自,自らがこの企画を選んだと。うん 夜泣きまんまん、ようになったんですね。俺なんかニヤニヤしてるし。ニヤニヤしてるでしょ。あのね、これもね、あの、特艦構造の、えっと、俺、俺がブログやってるんですけど、もう1年以上放置してるんですが、ダメダメダメ。これまたジョーダンテのことを書いてるブログで、メイフィールドについてもちょっと前に書いたんですけども、まあ、ダンテといえば、俺の中ではやっぱり、まあ、グレムリンだとか、ハウリングだとか、まあ、もとと言うピラニアとかっていうね、あの、 まあ特殊メイクとか特撮とか、うん、まあ今でいう VFX みたいなものがもともと好きだったから、えー、とダンテの作品にはまったというところがあったんですけれども、はい、おなそれでダンテの作品だからといって喜びさんで見に行ったらメイフィールドの怪人たちってそういう特撮が基本的にないんですよ。ないよね。うん。うん、んですまああら,すあらすじというかどんな話かというとまあえっ、ー、とちょっとちっちゃいね郊外の。 えー、住宅地。サバービアってやつです、ね。サバービア。郊外住宅街ですね。はいはい、の、えっ、ー、と、メイフィールドプレイスというところが舞台で、えっと、主人公のトム・ハンクス演じるレイ・レイ・ピーターソンという、うん、ごくごく普通の人で、うん、なんか、えっ、ー、と、このなんか、バカンスシーズンだけど別にどこも行かなくていいよ。うちでテレビ見てゴロゴロしてようぜ、みたいな。あの、やる気のないや。やる気のない感じのやつ。な人なですね。うん。の、そのうち、その主人公のうちの隣に、 すごくなんか怪しい建物があた怪しいというかまあ古びた建物があってそこに引っ越してきたえっ、ー、といいうのがいると <laughs> 名前からして何も、うん、でそれがもう1か月ぐらい経ってるのに引っ越してきて1か月ぐらい経ってるのに挨拶もしてこないし全然顔も見ない。 失礼なやつだそそうう芝生も枯れ放題家もなんかボロボロになってるけどペンキも塗り替えないし床が抜けたところもそのまんまみたいなんかねアメリカの方は自分家の芝生家の前にある芝生を伸ばし放題にしたり枯らしたりすると怒られるそうですねんかよそから自治会とか隣の人からちゃんとやりなさいとあそんな感じの家が隣にあってどうもあのうちは怪しいぞと。 それはもうね、うん、見たから見る限り怪しいですよね。うん、で、まあトムハンクスとまあその近所に住んでる友人たちと一緒にあのうちにはきっと何かがあると言ってなんか探検しに行く。そこにロケットとかそこでなんかそのクロペックたちは何か何か蛇竜。 悪魔を信じる邪教かなんかを信じてんじゃないかとか、そんなわけのわからんなんか妄想を膨らませて、なんか、え正体を探りに行こうという、まあ、ある意味で言えば冒険物語なのかもしんないけど、なんて、サスペンスにも聞こえるんですけど。サスペンス。ホラー、基本的にはホラータッチ。うん。だうけど特撮がないわけですよね。そう、特撮がないから。黒トカゲさんがトム・ハンクス、アポロ・オタク。ああ、そうそう宇宙関係ないよね。宇宙関係ない。うん あうちも関係まああんまり関係ないですねまるでブルークリスマスじゃないさそれも違うとう <laughs> <laughs> ブルークリスマスの一応あったよ <laughs> <laughs> ちょっとだけだからかでまあそのクロペック一家というのはさっき言ったようにその芝生も枯れ放題天気、はい、も塗らない、はい、割にはでああ挨拶もしてこない割にはなんかえっと夜中になんかガレージから車がガッと出てきて、うん、入り口のところにあるゴミ箱があるじゃんあの ゴミバケツがあるじゃないですかガレージからゴミバケツのところまで車出してきてゴミを捨てて戻っていくというなんか怪しい行動をしたりとか<あー> <laughs> 普通やらないやらないで、えー、と深夜大雨が降ってる時になんか家族3人ぐらいこっそり出てきて裏庭になんか穴を掘ってると、うん、もう怪しい,怪しいもう何かこう何てうんですか <laughs> み見られちゃやばいものを<う>捨てたり埋めたりしてんじゃん<で>もしかして夜な夜な,なんか地下室からなんかものすごい轟音が聞こえるとうん,、うん、なんかえー、何焼却炉かなんかが燃えてる音だと思うんだけど、うん、それにしてはでかい音だしなんかあ怪しいという感じの怪してるみたいなさもあるんでそのかね。えー どうも怪しいぞって言ってる時に、はい、その近所に住んでるおっさんが、えーはい、またいて、えーとえー、ウォルターというおっさんがうん、うん、ある日突然行方不明になるわけですおっさんが、うん、<う>でなんか飼ってた犬もそのまんま、うん、でなんかすごい見栄っ張りだったのにカツラをなんか置きっぱなしでいなくなってるテレビもつけっぱなしだみたいな。 誘拐されて、なんか、生贄,なんか生贄かに、生贄悪魔の生贄かなんかに、ね、されてるに違いないみたいな。んな言うんだけど、トム・ハンクスはそう,ももう思ったりするんだけど、奥さんが、いい加減にしなさいよ、あんた、バカじゃねえのと。うん、そんなことあるわけないじゃない。うん、奥さんが、えっ、ー、と、キャリー・フィッシャーですね、レイヤー姫が。ああ<ー>。<laughs> そっちなんだ。そうそうそう。何やってんのあんたバカじゃないのと。うんうん、そんな友達同士でなんか、そんな話盛り上がるのはいいけど、うんうん 近所にそんな迷惑かけるようなことするわけないし、うん、悪,魔悪魔を信じてるってあんたバカじゃないのみたいな感じで現何かそうそう言われて <laughs> そっかなんか言うんだけど、えー、で奥さんたちが、えーそのえー、トム・ハンクスの奥さんとまたその近所の,の、ね、奥さん同士で「挨拶来ないんだったらうちから行けばいいじゃんか」となんか手作りのクッキーかなんか持って普通に挨拶してくればいいじゃんと。 なんかそういう人たちなんだよきっと」うん、みたいな感じでえっ、ー、とぞろぞろと行くわけですよ黒ペック一家に。い、うん、くとなんかすごくなんか頭の弱そうな若いハンスという兄ちゃんと、うん、えっとねハンスというのとすごくなんか頑固そうなちび、うん、な親父ルーベンというのが、うん、親父がいてでさらに、えー、と地下室にで今ちょっと仕事してるんだっていう おじさんが上がってくるんですけどなんか手袋してゴム手袋して両手べったりと。 赤いいものがついてるドクタークロペックという大学教授をやっていますニコニコしながら、うん、すごくニコニコしながら大学教授のドクタークロペックですみたいな感じで握手して「うわなんだこの赤いの?」みたいな感じ、うん、なんかもうマットサイエンティストっぽいんでしょと、うん、思ったらえっ、ー、とあごめんごめん油絵やってるから絵の具ついちゃったみたいなはいはいはい別にね僕らねあのー、挨拶したくなくてしてるわけじゃなくて怪しいことしてるわけじゃなくてそうえっ、ー、とー いな忙しくてとかちょっと、あのー、外国から来たもんでなんか英語がちょっとねあんまり苦手なもんでみたいな感じでんなんですよ、うん、みたいな感じで「あそうなんですか」って奥さんたちはもう信用して、うんね、別に、ね、変な人じゃないじゃんかと。と、うんうん、いうことで、えー、とその場はその場で収まるんだけどその後にそにウォルターという人が行方不明になるんですよ。でやっっっっぱりおかしいててなって奥さんたちちがバカンスでじゃあちょっと 海に行行くよ行ってきますねみたいな感じで追い出した後に男たち揃って「よしあいつらがいない隙に何か地下室に潜り込むぜ」みたいな感じで行くというまあそういうまあストーリーの流れとしてはそういうサスペンス的な多分んだ、うん、けど、ね、ことはもうガキがそうガキンチョが秘密基地探検だみたいな感じでなんか。<laughs> 電柱登ったりとかえっと一人はんか退役軍人かなんかだから銃を構えてとか赤外線暗視装置で覗いてやるぜとかそんなバカなことやってるばっかりなんですけど奥さんって単行出てくるまで僕あのこのトム・ハンクさん学生の役だと思って結婚してるんですねうん子供もいる役ですあれ子供いたっけいますいますいましたあの役まあそんな感じでね俺さ23回実は見てんですよ 一時期テレビで何度かやってる時があって見ても見てもよくわからないままにおな、うんだっけまあそんな感じのまあ基本はそういう、えー、サスペンスタッチのホラーに見せかけたコメディっていう感じなんですけれどもまあえっ、ー、とね ウエマンさんがききっっててややつつでですすねね <laughs> トム・ハンクスと <laughs> まあ主人公のトム・ハンクスと,、えー、と退役軍人のラムズ・フィールドという人が、えー、とブルース・ダーンという人ですねローラ・ダーンのお父さんですねサイレント・ランニングとか、まあ、そういう人に出てるあと,、えー、とトム・ハンクスの隣にあ隣じゃない向かいかなんかに住んでる、はい、えーとアートという、まあえー、と幼馴染っぽい感じの ちょっとズうずしい太っちょみたいな役で、えー、とリック・ダコマンという人が出てたりするんですけどもあとそのドクター・クロペック一番怪しい親玉ですね、うん、がヘンリー・ギブソンというえっとね、えー、ブルース・ブラザースでナチのトップをやってたりとか、うん、あのなんていうのか嫌な意味でのドイツ系の,、うん、ツ系の顔ですね眉毛が見なくて。<laughs>

えっと、出てますね。なんか、眼鏡かけて眼鏡かけないです。あの、なんていうのこの、まあ、トム・ハンクスたちのドタバタをそばでじーっとなんか見て喜んでる嫌なガキで、まだ子供時代、子役の時ですもんね。まあ、そうそうそう。あの、役中になる前ですね。中学生ぐらいえ、まだもう、超、中、中学生いかないぐらいだと思います。あの頃なら。グレムリンとか、まあ、グーニーズとか。の頃でね。スタンドバイ・ミー。あ、スタンドバイ・ミーの後か。 後、うん、後だよまあそういう感じの、まあ、役者が揃ってるんですけれども、うん、えっとまあいわゆる、まあ、さっき言ったようにその特撮がない、まあ、スプラッター描写はあるわけでもないし、うん、今までにダンテの作品とは思えないぐらい地味なんですよそういう意味では。ダンテは自分の中でで禁じてて作ったったことですか、うんうん、なのかなと思いながら、うん、えっとね実はちょいちょいダンテっぽいとか出てるのがあって、うん、トム・ハンクスがえっ、ー、となかんか あのうち怪しいなとか思いながらちょっと怯えつつうん、うん、テレビを見てると,、えー、とテレビからエクソシストが映ったり悪魔の生贄に映ったり、うん、悪魔の追跡映ったりとかっていうなんかそういうちょっとしたホラー趣味みたいのが出てくるで悪夢を見るとなんか壁からチェーンソーでガーッとやられて生贄にされる悪夢を見たりとかするというそこは夢なんですよね、うん、まあそういうところがあるんですけれども、うん、一番ねあの断、ー、定っぽいなと思うっていうか これ多分狙ってやってるなと思うのはえっとさっき言ったようにそのメイフィールドプレイスという、えー、住宅地が 舞台なんですけれども、これがメイフィールドプレイスだという地図を作ってきました。やっと出てきた。これがメイフィールドプレイスだという真ん中にあるのがえーとまあ道ですね。あーこんなだったこんなだった。で、この赤い六六九号室あ九番地が黒ペック問題の黒ペック。で黄色が主人公のうち。で隣がコリー・フェルドマン。でこっちが。 これが、誰だっけな、アートという、まあ、太っちょのやつ。で、こっちが大役軍人ラムズフィールド。で、一番奥に、あの、行方不明になったウォルターという人のうちがある。そうそうそう。で、あのね、ちょうど、なんだっけ、これ、真ん中がロータリー。ロータリーみたいなロータリーになってて。まあ、要するに行き止まりというか、ここから、まあ、この、この場所だけでも完結してるんですよ。で、映画自体も、この場所から一切出ないの。 いわゆる網の雲の足みたいになってるわけですよね道が郊外住宅地のそこの端っこなんでそう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 いうね何だろう閉鎖された空間というか場所実はこれは一種の密室劇密室劇というかえっと小都市型というかまあ郊外型映画あのねオープニング が、えー、とこれユニバーサルの映画なんですけど、うん、ユニバーサルのオープニングというと「えー、と金曜記念館」のオープニングとかでもパクってますけどあの地球,が,地球のが回ってユニバーサルってロゴが出るやつなんですけど、うんはい、このメイフィールドの怪人たちのオープニングがその地球がもちろんねユニバーサルの映画だから地球が出て、うん、さらにそれがカメラがワンカットでそのまま寄っていってアメリカの中,中部あたりに向かっていって、うん、どん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 寄っていってこの。 メイフィールドプレスにワンカットで行くというカットで、まあだから、なんていうの、どんどん狭いところに持っていっての舞台にしていくと。で、えー、狭いところあ、狭いところという言い方は変ですね。あのー、ショートしがパラノイアという、 言い方をするんですけど、パラモ、ね、小都市って小さな町な、小さな町ですね。小都市型パラモイア、え、妄想？妄想、妄想的な、な要するにうん、うん、あのクロペック一家は何かやってるに違いないうん、うん、という妄想だけでこいつらはなんか行動するんですけれども、まあねあのだからわかん 怪しいのは怪しいんだけど、うん、だからといって何か悪いことをしてるってことは何も出てこないわけですよ、うん、ちょっと風変わりなだけといえばそうかもしれないみたいなうん、うん、そういうところで言うとホラー,ー映画というかホラーの傑作という言われる作品で、うんえー、ジャック・フィリーという作家の「盗まれた街」という。 小説があるんです、ね、小説ですすね、はい、小小説説があってこれが1955年に発表された小説なんですけれどもで映画にもなってまして、うんあのー、ドン・シーゲルという監督がダーティー・ハリーとかのドン・シーゲルの監督が「ボディスナッチャー恐怖の街」という映画に<ー>映画にしてます。 はいはい。うん、俺が知ってるの SF ボディスナッチャーそうそうそう。で、で SF ボディスナッチャーっていうのが78年。えっ、ー、と。あの、さやが、さや豆みたいな。そうそう。ライトスタッフのフィリップ・カウファン監督でリメイクされた SF ボディスナッチャーズっていうのがあって。はい,はいはいはい。さらに93年にも、えっ、ー、と、アベル・フェラーラ監督。ああ、イタリア系の監督ですね。バッドル・デラントとかね。はいはい。の、えっ、ー、と、ボディスナッチャーズっていう映画にもなって。はい。はい、さらにまた4回目のリメイクで、えっ、ー、と、オリバー・ヒル・シュビーゲル。 え、これが何年ですか九え、1900、2007年ですね。え、最近も作られてるのこれ。ヒトラー最後の12日間かなんかを撮った監督あの、ドイツ人の監督が、そうそう。が、インベージョンという映画にしてますね。へぇー。見たことある、それは。4回ぐらい、だからこれ、リメイクされてる作品なんですけども。あの、盗まれた街っていわゆるあれですよね。そう、徐々に徐々に人が入れ替わっていくみたいな。そうそう。さっき、ウ二が言った、その、豆の、え、や豆みたいなね。そう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 。でっかいや豆みたいなのに、えっと、 宇宙から来たその「ポッド」「ポッド」というんですけれども、うん、えとそれで、えー、と人間と宇宙人がじわじわと入れ替わって見た目は本当に普通の単なる人なんだけど、うん、なんとなく違うみたいなななんかなんか怪しいっていう。えー この話って SF 映画とか SF 小説とか漫画とかでもよく出てくる話「ゼイリブ」とかそそそうううとかテレビドラムの「インベーダー」インイベーダーダとか「スペースインベーダーで」ってトビー・フーパーの映画とかもありましたけどそうそうよく使われるモチーフですよ、うん、だからまあ、えー、と地球侵略にするような感じなんですけどまあそのジャック・フィン、まあ、原作もそうだし映画もそうなんですけど、うんあのー、その謎の宇宙生命体がえっ、ー、と 人間そっくりに入れ替わって地球侵略をするよというする話で、うん、入れ替わった宇宙人っていうのがその鞘でね豆の鞘みたいなやつで入れ替わった宇宙人が見かけは本当にそっくりなんだけどなんか妙。うん、で原作とかであるのはえっ、ー、と芝生は伸びっぱなし、うん、壁のペンキも剥がれても直そうとしないみたいなこのメイフィールドの黒ペック一家と同じような感じなんですよ。でえっ、ー、と結局まあえっ、ー、とその。 ボディースナッチャーというか、まあ、盗まれた街、の方では、うん、まあ、えっ、ー、と。宇宙人を退治して、えっ、ー、と、めでたしめでたしみたいな感じになるんですけれども。はい、これを、えっ、ー、と、なんていうの、下敷きにしてるのが、このメイフィールドの怪人たちではないかなと。あ<ー>、それは推測です、ね。推測です。うん、と言いながらも、でも、ダンテって、め、この、ボディースナッチャーが好きで。うん、えっと、何度かパロディやってるんですよ。パロディはやってるんだ、ね。はい。グレムリンツー。 ダンテの「ねダンテのグレムリン2」でクリストファー・リーという役者がドラキュラ役とかロード・オブ・ザ・リングとかにも出てますがあのヤを持って出てきたりとかはははいいいあとルーニー・テューンズという2004年かな前にもお話ししましたね。のダンテの映画でそのドン・シーゲル版のボディスナッチャーの主役ケビン・マッカーシーという役者がその鞘を持って。 わざわざモノクロになって気をつけろみんな気をつけろとかっていうパロディをやるんですよ。マザーズ分かる人はなんじゃそれやねん。そうそうそう,そう話なるわけですね。うん、はい。まあそんな感じで <laughs> ダンテはまあその盗まれた街とかボディスナッチャーが大好きなのはもう間違いないんですよ。<ん>でそのメイフィルドの怪人たちでやりたかったのが結局そういう、えー、とまあコメディではあるけれどもそういうなんていうの近所の人が見た目は確かにちょっとああ普通だけれどもなんか <laughs> 行動が変、うん、ちょっと怪しいっていう、うん、えと先ほど誰かさん書いてましたが、えー、と妄想族って書いてましたがうん、うん、完全に妄想族なんですよ。で、えー、結果そのクロペック一家がどうだったかっていうのはまあここでは言いませんけれどもあのダンテのその えー、SF 趣味とか、はい、ホラー趣味っていうのが、はい、決して特撮だけに頼ったものではないんだと、うん、いうことを、えっ、ー、と、言って、僕はここでメインフィールドの怪人たちは、えっ、ー、とね、最初バカにしてたんですよ。だからさっき言ったように特撮しねえな。 っていうところで。なな地味だな。地味だな。ほんまに面白くねえやと思ってたんですけど、うん、そういうところを勝手に、えー、妄想して、俺も妄想してますけど、妄想族。妄想して、これがボディスナッチャーなんじゃないか、ジャック・フィニーなんじゃないかと思い始めると、うんうん、メイフィールドの怪人たちはすごく面白い映画になってきましたよと。もう完全に2の世界だね。はい。完全に。えっとね、ぜひ、えー、っと、 これまたツタヤとかにあると思いますんで、うん。メイフィールドの怪人たちを DVD を借りてきて、うんえー、そして左手には盗まれた街を持って。えっ、ー、とボディスナッチャー恐怖の街は、えー、と DVD 出てないんで、うんえと、恐怖の街を読みながら、えっ、ー、と、うん、えっと <laughs>、メイフィールドの怪人たちはホラーコメディのような感じだけど、本当はやっぱりホラーだよと。 いう感じで見る。感じで見てもらえると、えっと、2>, ーと2倍、3倍ぐらい楽しいんじゃないかなと思ったりする次第でございまして。なるほど。本日の、えぇ、ー、団体、上団体、じゃあ名画座上団体は、これにて終了という感じでどうでしょうかと思う私です。わかりました。はい。いいんだろうか、これで。いいんでしょうか。<laughs> <laughs> キム・ヒョンヒと八山由美の元ネタだよねって。危ない、<laughs> 危ない。危ない、危ない。そんなこと言っちゃった <laughs>。それは、あの、リアルで入れ替わっちゃった話ですから。<笑><笑> <laughs> はい まあそんな感じでえーじゃあ CM の後にじゃもう一回ちょっとまあツイッターの言葉をえっとちょっと,えとょ紹介しつつえっと締めに参りましょうかはいそんな感じでじゃあ単 CM でございますお願いします。クリックボイス沖縄からお知らせです。 クリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができますもちろん無料ですよまた Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしていますアクセスはフェイスブック クリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね皆さんのアクセス待ってます シネマラボ特葬小僧の水曜キネマ探偵団沖縄屈指の映画教集団シネマラボ特葬小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組ニューストリームで全世界に配信「シネマラボ特葬小僧の水曜キネマ探偵団」 というわけでたっぷり。たっぷりまた話してしまいました。はい。じゃあ、ちょっと,、えー、と今、話してる間に触れられなかった、えー、とツイッターの方をいい。あ、皆さんからのコメントですね、はい。あ、聞いていいですか。 07233。え、こしですね。初めて見たけど、結構、武富さんがレクチャーする番組なんだねと。そうなんです。えっとね、その後に、えっと、冗談手特集なんだという感じですけども、えっと、単に僕が冗談手が大好きなので、冗談手の作品を延々話してるというコーナー、コーナーじゃなくて、ユンタクでございます。で、ボディスナッチャーは細野晴臣さんのお気に入りだったわけですあ、そうなん細野さんの SFX というアルバムで、えっと、確か1曲目にボディスナッチャーという、 曲があったと思うんですけども、え、それもう一回俺ムーンライダーみたいなあ,あのアルバム売っちゃったからな、そうそう俺もう一回欲しいな。<laughs> まあそれはいいとして、まあそんな感じのえっ、ー、とで林は出ないのと。 はい、おな。林監督ですね。はい、林監督本人も、えっと、つぶえてますけど、本日は、えっと、林のコーナーはお休みで。はい。皆さんの声が集まればですね、出てこいっていう声がいっぱい集まれば。出てくるかもしれません。何だ、後楽園遊園地みたいな。どうぞ、菊村さん、呼んでみましょう。菊村さんもお休み。あ、そう。今日、菊村さんもお休みで。あの、毎回毎回ね、あの、うちのとかメンバーの菊村さんと女性に総括。かなり厳しい方なんで。あの、あんまりだったとか言われるんですけど、今回いないということで。え、のび伸びと。 伸びてやりました。<laughs> はい。やりました。やりました。直進ね、一発目だったことで、危険。そうですね、あの、黒影さんも、言ってたんですけど、ちょっと、なんか、こういう、手作りの地図とかも出して。はい、豪華な感じで。やりましたね、うん。豪華、豪華かな。ね、もう豪華ですよ。そう,そ,うそう、そう、はい。まあ、そういうこと、で一発目、あの、一発目、一発目と、なんか、一発目だって言うんですけど。うん、あの、やってみて、あの、<laughs> そう、最後に聞きたいんですよ。今年。の抱負をですね、手短に、五秒以内で、言ってください。 っていいうのを一人ずつお願しに映画えっとですねえっと去年は結局映画館で映画を見ること機会があまりなかったので今回はですね1年を通して2030ぐらいを見て DVD とかも覗いたらもっと見たい含めたらもっと見たいっていう気持ちもあるんですけどまたそれを見ていろいろ見識を深めてこういう場で。 いっぱいなんか披露していきたいなもお話とかしていけたらなって思ってます。期待してます。皆さんよろしくお願いします。温かい目で。よろしくお願いします。はい。はい。でお願いします。えっと私はもう今年ショッパーからえっと香港に行ってきまして。はあ？あそっか行った。ん香港帰りか。香港帰り今日香港から帰ってきた。香港帰りのリルだ。で香港行ってそのジャッキーの手形に手合わせてみたりとかブルースリーの堂々の前で。 写真撮ってみたりとか、けど、今年は元旦から、あの映画三昧だったので、一年今年も。映画三昧というか、映画を見てるわけじゃないんだよね。まあ、映画ファンとしてね、楽しんできたので、この調子で、あの、この一年。走っていきたいなと思います。なるほど。わかりました。じゃ。あ 身近なところでいうと iPhone が水没したんでそれを明日修理に行きたいなという。<laughs> 早速ですよ。洗濯機にガサガサ回しちゃったんですとか、まあ、あとこの、ね、メイフィールドの怪人たちの、えー、と正規版のサントラがね、えー、と手に入ればいいなと思う今日この頃。なるほど、ね、あとまあやっぱり映画館で映画見ます。本当に去年は少なかったんでいろいろ反省してますんで映画を見て、えー、と放,置放置してあるダンテのブログも。

もっと見せたい脱ぎたいって話？違う違う見せつけたいみたいなあの本当あの本当沖縄と映画についての話ねいっぱいあるんですよはいあの本当に単純に聞いて単純に笑っちゃう楽しい話いっぱいあるんでいつもねなんか詰め込みすぎになっちゃうなるんですけどもうこれをねあのユーストのこの番組でももちろんですしまあインタネットで活字上でもまあ新聞雑誌あのできれば本人でも何かこういった形でどん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 皆さんに今まで知らなかった話をご紹介したいなとはいはい。 そういうお蔵出しを今年はやる年なんじゃないかなと。思ってるのであります。終わり。終わり。特化の活動。活動はに。ちょっと注目を。していた注目を。していただければ。はい。お願いします。どん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 もう記事出ますからね。なんでそんな。そんな悪い方向じゃない。今たちで記事出ますから。よろしくお願いします。はい、あきらんさんから沖縄の話してという話ですけれども。沖縄。 しますね。今日はちょっともう終了ですけれども次回、ね、ちょっとね、アキラさんが見る前に、たっぷりしましたんで、沖縄女優特集を、うんはい、来月もまたあの沖縄の映画についてたっぷりお話しますのでしします、はい、来月、来月、<で>来月あです、あ来月予定は、来月というより、今月またもう一回あります、はい、あいあまあじゃあ、えーと、次回、まあ、このね、はい、ユーストの金曜記念館、第3金曜日になって、毎月第3金曜日の、えー、金曜キネタンは、今月、えー、1月20日。 の夜時次回、記ネタンですね、URL が若干変わるので、特管小僧のホームページからリンク貼ってありますので、ぜひ見てください、そこから飛んでください、そしてこの水曜記ネタン、毎月第1週目の水曜日にこの水曜記ネタンやっているんですが、これは次は2月1日です。月日 こっちはまた沖縄の話ですね沖縄映画に関する話をいろいろとやっていきますね。とダンテの話もしますいうことです。っていう黒戸影さんの怖いことも書いてますけれども呼びたい呼びたいなあ来ないかなあの菊村さんがツイートで「さりげなく引退しました」と書いてるんですけどしてませんしてませんあっさせませんのでさせませんはいよろしくお願いしますえっとこのねユースト水曜記念談やるときにね Facebook とかでえっ、ー、と「ジョー・ダンテに対して招待を送ってるんだけど見てるかな?「ダンテたは。見てたら来てね沖縄に。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てるのかな。見てないということ。見てほしいな。あとトーマ監督が言ってます。キネマ探偵団オンウェブの連載ブロックも続けてると書いてますが、はい。はい。あのね、ちょっと去年あまりちょっと滞りちゃったんですけど、あの私のブ、あのイラスト入りのシネマコラムも今年から再稼働しますんで。私もやりますんで。はい。あのいうことですんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ぜひ今今年の特刊小僧の活動には注目をしたいということでくださいという感じで、番組の配信も。 人数もどんどん増やしていきたいですね。そうですね。そうですね。視聴者も段々増えてほしいな。いうことでというところで締めていいんですか。はい。締めてください。やっぱ菊村さんになると締めが弱いな。なんかどちらかった感じの終わりね。リリットしないですね最後。ということで次回は1月20日。えっと水曜金玉の方は2月21日ということでした。えっと本日もご視聴ありがとうございました。それではまたということで。はい。今年もよろしくよろしくお願いします。あそうそうそんな感じだ。そういうそういうのがなんか締めっぽいんだ。はい。頑張ります。 さよならーま,また魔淳沼や。よ <laughs>